車であったり、目に見えるものも全て波でできていますし、その波なんですけども、大きく分けて高い波、高い波っていうのは1秒間にたくさん揺れてるっていう波、いつもありがたいな、感謝の言葉であったりとか、まとめると嬉しい、楽しい、幸せです、ありがとうございます、感謝します、愛してます、許します、まあこういうふうな、周波数的にすごい振動されているような言葉を使ったりすると、免疫力っていう部分は高まってきます。あの人が消えてゆく星の向こうに、唇強く噛みしめる、ひそやかな心の中を知らずに泣いていた。すれ違う二つの道を歩んでゆくのさ。皆さんこんにちは、三方メディカルの畑武則です。今日はですね、言葉を使って免疫力を高める、そんなお話をしていきたいと思います。まず免疫力を高めるのに言葉でどうやってあげるのかってすごい疑問に思われると思うんですけども、本題に入る前に一つ、お話をさせてください。実はこの世の中にあるすべてのもの、すべてのものですから、例えば後ろに目に見えているホワイトボードであったり、服であったり、携帯電話であったり、家であったり、車であったり、目に見えるものもすべて波でできていますし、実は私たちが目に見えない意識、言葉、こうやって目には見えないですね、気持ちであったりとか、そういうものも実は波でできているっていうふうに言われてるんですね。で、これは、実はすごい研究者が、いろんな研究の中で、最初はね、大きな成分から調べていって、もっと砕いて、もっと細かいものを見たり、で、最小単位と言われている、皆さん多分分子とか原子とかは聞いたと思うんですけど、聞いたことあると思うんですけども、素粒子っていう部分、で原子を作っている、構成体は素粒子って言うんですけども、その最小単位まで調べると、やっぱりこの波でできてるよねっていう部分で、今言われてるんですね。で、その波なんですけども、大きく分けて高い波。高い波っていうのは1秒間にたくさん揺れてるっていう波と、1秒間にちょっとしか揺れてない波と、大きく分けてです。で、こんなに大きくざっくりなんか分けれないですけど、分かりやすくお伝えすると、2種類に分かれるんですね。で、大きなものと小さいものの違いなんですけども、例えば、私たちが、すごい、嬉しいな、楽しいな、とか、気分が高揚するような時って、すごい波がガーッと揺れるんですよ。で、逆に、しんどいなーって、辛いなーとか、もうしたくないなーって、したくないことをしてる時の気分であったりとか、こういう時も実は振動してるんですけども、振動数がポジティブな時に比べてネガティブな時っていうのは振動数が低いんですね。で、大きく分けてこういう2種類があるんですけども、実はこの響きによって、響きっていう部分は振動数ですね。周波数と表現したり、例えば精神的、精神面の、精神世界、スピリチュアルと言われているようなお仕事されている方っていうのは、振動数とか周波数ってあんまつかなくて波動というふうに使ったりするんですけども、波動が高い表現なのか低い表現なのかで、実は体に及ぼす影響っていう部分が変わってきたりするんですね。ですので、言葉を使って免疫力を高めるっていう部分で、例えば今、世の中で季節性のインフルエンザであったりとか、今、社会的にも、いろんなウイルスがっていう話であったりとか、そういう時に、かかる人とかからない人っていう部分。で、まずどういう言葉を使ってるのかっていうと、この
ウイルスっていう部分に対してかかる方とかからない方は、結論から言うと免疫力の違いによるんですね。で、同じ空間にいてかかる方とかからない方っていう部分は、もうウイルスはやっぱそこに存在してるわけなんですね。で、この人だけ入ってきてこの人に入ってこないってことは、なかなか難しい、ないとは言い切れないですけど、ほぼないんですね。で、そこで、同じようにウイルスが入ってきたとしてもかからないって方は、体の中に存在している免疫というものが入ってきたウイルスを食べてくれるんですね。で、この食べる力が高い方っていう部分の、普段使っているような言葉っていう部分は、やっぱり嬉しいなであったり、楽しいなであったりとか、例えば、ウイルスが飛んできたとしても、私は大丈夫っていうふうな言葉をよく使う方っていう部分は、振動数、もしくは周波数。わかりやすい言葉で言うと、波動。っていう部分が高い状況でいるので、免疫細胞も高く活動してくれるんですね。ただ、ウイルスが入ってくるのが不安っていう言葉を使ったり、大丈夫かなっていう部分であったりとか、普段からしんどいなとか、嫌だなっていうような言葉を使ってると、言葉自身で振動数が下がってきて、それが体に影響してきて、で、それで、周波数が下がることによって免疫力が下がっちゃうんですね。ですので、普段言葉から、免疫力を高めるっていう部分は、場所も問いませんし、好きな時間でできるっていう部分もありますし、いろんな健康法あるんですけども、例えば特別なウェアを着てしないとダメだであったりとか、汗かくから意識しないととか、シャワーがないととか、そういう部分なくて、いつでもどこでも手軽にできますので、ですので、基本的に感染しそうな環境であったとしても、基本的な今言われているようなエチケットで、例えば手洗いであったりとか、うがいであったり、マスク。で、こういう部分ももちろんしないといけないんです。された方がいいと思うんですけども、ただ、精神的な部分の気持ちであったり、大切なのは気持ちから言葉っていうのが出てきますので、言葉も、大丈夫。私は大丈夫。いつも元気であったりとか、いつもありがたいな。感謝の言葉であったりとか、まとめると嬉しい、楽しい、幸せです。ありがとうございます。感謝します。愛してます。許します。まあ、こういうふうな、周波数的にすごい振動されているような言葉を使ったりすると、免疫力っていう部分は高まってきますので、まあ、この健康法を取り入れやすい方は、また参考にしていただけたらと思います。で、最後にですね、ワンポイント、豆知識っていうんですけど、豆知識なんですけども、例えば漢字の木っていう、漢字の木って、木片のこの木ですよね。この木っていう部分は、皆さん想像すると、樹木のね、あの木、生えてる木を想像できると思うんですけども、ひらがなの木って言われたら何か想像できます。で、こうした時にひらがなの木って何かの意味があるのかなとか、漢字には意味があるんですけど、ひらがなにはなかなかそういうふうな想像ができないんですけども、実はひらがなにも意味があったりするんですね。で、例えば、あいうえおのあーであったら、あいっていう意味があったりとか、いいには生き生きとか、うーには生まれる。この五十音それぞれに実は意味があったりするんですね。で、その五十音を組み合わせていったりすると、響きが変わってくるんです。例えば、他界するような死ぬっていう言葉、死とぬを合わせちゃったりとかすると、まあそういう風な周波数に変わりますし、嬉しいのうとれと死とい、この順番で組み合わせていくと周波数が高まってきたりとか、っていう部分があったりするので、五十音の、一つ一つの意味を覚える必要はないと思うんです。で、先人の方が作ってくれた言葉っていう部分がもうありますので、先人の言葉が使っててくれた、ありがたい日本語っていう部分を上手に使っていくと周波数っていうのは上がっていきますので、その時に、高揚するような気分であったり、そこから発せられる言葉っていう部分を使っていただくと、免疫力っていう部分は上がってくると思います。で、この言葉であったり意識っていう部分は本当にいろんな使い方ができますので、こういう部分は随時発信していきたいと思いますので、また何かご意見があったりするとコメント欄に載せてください。
それとグッドボタンとチャンネル登録の方またよろしくお願いします。それでは皆さん、さよなら。その中でいつもの君がいた、あの日の夢の続きを一人で信じてた。あの人が消えてゆく空の向こうに